どうも、お疲れ様です。竹拓司です。というところで、えー、本日も群馬県前橋での営業成績を振り返りまして、えー、本日の伝えたいことというところでお話しできればなと思います。はい。えー、本日が7月31日、えー、月曜日ですね。朝8時から夜中3時まで、えー、行いました、えー。本数が16本ですね。えー、最長距離が5,550円。 総、えー、売り上げの方が3万4980円でしたはいえー、っと今日はですね、えー、またあ氷があちょっと降ったりとお天候荒れたりしてある程度おそういった時間が動いたかなというふうなあ印象です、まあ、ただですね自分がちょっとお夜中ですね、えー 終電後あたりからあちょっとお腹痛いなみたいな若干そうです、ね、胃が痛いなみたいな感じで、えー、なおかつ、えー、眠気も襲ってきたというところで、えー、ちょっと1時間ぐらいですかね、えー、睡眠を終電後に取ったというところもあって、まあ、ちょっと金額としては伸びなかったのかなという印象です。はい そうですね、まあそれでも3万円台乗ったというところで、えーまあ、まあまあかなという感じですねはい、まあ、こんな感じで、まあ、タクシーの場合はですねちょっと体調が悪かったり、えー、眠いなって時はあ本当に誰に報告するわけでもなく、えー、休み休憩が取れるっていうのはまあタクシーのいいところなのかなというところですねはい、まあ、そういった面でもお 精神的にはあ楽なあ仕事で嫌、えー、なストレスもかからない仕事でいいのかなというふうには自分は感じておりますはい、はい、じゃあ、えー、と今日の伝えたいことなんですけれども、はいえー、物価高というところで、はい、もう数ヶ月前まあ1年前ぐらいからですね えー、ずっと、まあ、物価上がってるなっていうふうに、まあ皆さん、うんまあ、ひしひしと感じている部分ではあ,あるとは思うんですけども、まだですね、そのタクシー、群馬県の場合はまだ、運賃、うん、が上がってこないというところで、まあ、自分の記憶だとですね、入社して一度運賃上がってまして、それが確か2019年、 えー、コロナのちょっと前ぐらいだったあ記憶があるんですけどもあ、まあ、それから上がってないというところで、えー、そうですねそ,、まあ、そろそろ上がってもいいのかなというところで、まあ、あそろそろ上がるようなお話も聞いているんですけども、まあ、タクシーの場合はあその運賃があ上がればですね、えー、そのまま給与に。 反映してきますので水揚げ高に対するあくまでパーセンテージが給与になりますのでしっかり売り上げを上げればその分給与に反映してくれるっていう業界でもあるのでその点は他の業界とはまた違うことなのかなというふうには思います。はい まあ、おそらくまあわかんない他の業界そこまでわかんないですけども、まあ、商品だったりの値段が上がってるのにもかかわらずおそらく給与はそこまで上がってないのかなというふうにはあ思いますが、えー、とタクシーの場合はその給与がしっかり、まあ、運賃が上がると上がってくれるというところで、まあ、早く運賃上がってほしいなっていうふうなあまあ こちらとしてははそういう思いい思でありま,す、はい、まあそうですね、運賃が上がって、まあお客様にとってはもちろんダメージなんですけども、うーんまあそうですね、2019、えーまあ、年から上がってないところ、上がってないというところで、まあ、タクシーもそろそろ上がってもいいのかなというふうには感じています。はい まあただです、ね、その運賃があ上がる、まあ、そうそう上がるっていうふうには聞いているんで、まあ、上がるに従って、えー、9月からですね、えー、出勤日数もお、まあ、1日減るというふうにも聞いていまして、まあ、でもそうなると、ですね運賃が上がってもお、給与自体はそんなに変わらないかあ、むしろ減ってしまうんじゃないかぐらいの。お 強い、えー、感じではあるので、若干その点は心配かなというのはあ,あります。まあただですね、えー、完全にまあ個人的なことにはなるんですけども、まあ、出勤日数が一日減ってくれる方が個人的にはちょっと嬉しいのかなと、まあ時間の方があー大事だと思ってますので。 まあ、さらに時間が、自分の時間が増えるというところで、まあ、その点はあー9月からですね、えー、嬉しい点かなという感じです。はい。まあ、食器日数が減って、えー、まあ,あー、そうですね、運賃があしっかり上がってくれるというところですので、えーまあ、給与もそこまで変わらないというところで、えー、いいのかなと思います。はい。あと、まあ、物価高のまあ、対策。 ななんでですすけども、うん、これを機にですね、なんかいろいろチャレンジしてもいいのかなというところで、まあ、自分はあコロナ始まったぐらいから給与がガクッと下がったので、えー、それぐらいから大きく生活を変えたんですけども。 まあ、例えばまあ16時間断食だったり、まあ、食事の量を減らすっていうところですね、えー、あとはまあ外食をまあ減らしてだったり、えー、自炊にチャレンジしたりとかいろいろやってきてですねだいぶ支出を減らすことができたのでむしろ今の方がは 貯金だったり、えー、積みたて立て s a とかそっちの投資にお金を回せたりしていますのでうーんやっぱり支出を減らすっていうのがすごく大事なのかなっていうふうに感じていますはいそうですね結局支出お金を使うから物価高の影響を受けるわけですのでお金を使わなければ あ物価高の影響っていうものはあゼロになりますのでまあそういった面でですね、えー、いかにお金を使わないで幸せを感じれるかっていうですね工夫を、まあ、これを機にですね考えてみるのもありなのかなというところで、えー、今日は終わりにしていきたいなと思いますはい、まあ、今後もですねこんな感じで、えー、求人情報ではわからない、まあ、タクシーのリアルだったり あーミニマルな生活の良さを伝えていければなと思います。それではまた。バイバイ。